はい、どうもオーバン TV のオーバンです。ということで、オーバン TV をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。だいぶね、この新年の挨拶というのはちょっと遅くなってしまったんですけど、12月31日に上げさせてもらった動画でいろんな意見をいただきました。オーバン復活してくれてありがとうって言ってくれる方もいれば、呆れたよ、そんな覚悟で俺は登録してたんだったら外しますとか、結構ね厳しい意見もいただいたりしたんですけど、やっぱり僕自身諦めきれない気持ちというか、逃げ切らない気持ちというのがありまして、あとその去年2020年応援してくださった525人の方に対して辞めるのが筋なのかなとはいろいろ考えたんですけど、やっぱり僕自身もオーバン TV をなくすわけにはいかないんですよ。全ては僕自身にかかってますし、僕自身が決めたことなんですけども、ぜひね2021年もオーバン TV ぶっ放していきたいと思ってますんで、気に食わない方もいらっしゃると思いますが、僕自身また一からという気持ちで2021年も臨まさせていただきますんで、それを応援したいという方だけでもいいんで、チャンネル登録を外さずに、昨年6月に発表させてもらったチャンネル登録者数1000人というね壁を乗り越えていきますんで、ぜひ皆様応援の方よろしくお願いします。そして2021年は昨年と違ってね、オーバン TV をパワーアップさせていきたいと思います。動画はねいつも通り上げていこうと思ってるんですけど、昨年2020年に上げさせてもらった感じの動画、例えば1週間で僕ね2本ずつは絶対上げてたよね、動画を。だけどその頻度をちょっと落とします。それはなぜかというと、動画の質、動画の内容の質がちょっとね後半僕の中で落ちてるなと思ってたんですよね、去年。なんで今年はその動画1本に対しての質をどんどん上げていきたいんで、週1とかになるんですけど必ずそれは上げます。それに毎週毎週次回予告をつけますんで、皆様がね次に楽しんでいただけるようにいろいろ工夫はしていきますんで、ぜひそちらもね見てください。でもう一点、僕ね31日に上げた動画で企業と提携しますみたいなのを上げさせてもらったんですけど、そちらの企業というのが僕が働いている焼肉屋でございます。交渉してオーバン TV を全面バックアップしてくれるということなので、かなりこれね、オーバン TV 登録しとったらお肉が安く食べれるとか、お肉が安く持って帰って食べれるとか、持ち帰りももちろん提供されてるんで、ぜひねこれはねチャンネル登録しといた方がいい。でその詳細についてはまた後日あげますんで、ぜひねそちらもチェックしてみてください。はい、いやー喋ったな久々に。サムーって口が動かん。あー、よっしゃ2021年ぶっ放していこう。まあなんかこう運命なのかわからないんですけど、ちなみに今日1月6日です。僕の誕生日なんですね。おめでとう言ってください。せーの、ありがとうありがとうありがとうね。こう河川敷で一人でこういうことをしてるっていうね、これだいぶ痛いよな。周りの結構ねあのウォーキングしてる人いるよさっきから気になったんで、ずーっとこうやって見られるよ、こうやって。やばー思って。もうでもね2021年ぶっ放していこうって決めてるんで、マジで面白い動画上がりますんで、ぜひね2021年もオーバン TV 並びに私オーバンをよろしくお願いします。それでは一発目の次回予告いってみよう。私オーバンは2021年1月1日をもってチャンネル登録者数が1000人いかなかった場合は YouTube の方を引退させていただきます。
今年はその動画1本に対しての質をどんどん上げていきたいんで。まあね、キヨさんとヤスコで3人でね、ちょっと行こうかな、もう出に行こうかなと思ってるんですけど、やっぱ2021年やっぱ俺頑張らんといけると思うよね。ちょっと今これ別撮りで撮ってるんですけど、なんか1000人いかんかったらやめるみたいな話してたじゃないですか。 あれってまあ僕一応一視聴者として納得いかないというか、まあ何もなしで続ける気なんだろう。ちょっと残業とかするつもりないんですかね。これは何でしょうか。バイクですか。もう前から、ちょっと待って、これ何これ。